今シーズンスペシャルサポーターとして MC 今治をサポートしてくれますバリーさん、今日はこのグラウンドに駆けつけてくれています。ユルキャラグランプリ2012年グランプリに輝き日本の頂点に立ったバリーさん、 FC 今治もバリーさんに続いていきますよ。俺遅そうな、なんで、なんで、どこ行った。さあ物販コーナーのご紹介をします。入場口近く海側のテントにはお弁当、お菓子、ソフトドリンクを販売中です。また FC 今治グッズも販売しています。2015シーズンユニフォーム、同じく2015シーズンリスタート限定 T シャツ、同じく今シーズンのタオルマフラー、2015シーズンのミニフラッグ、その他全シーズンのタオルマフラー、そしてバリーさんのピンバッジも販売中です。ぜひお求めください。さあサポーターのバリーさんありがとうございました。観客の皆さん、今一度バリーさんに拍手をお願いします。本日はですね、この会場に、この会場にですね、ジェネレーションクラブエグザイルトライブの皆さんが応援に駆けつけてくださってます。先生です。本当です。さあ、せっかくの機会なんです。 FC 今治のオフィシャルサポーターの白浜アランさんに一言お言葉いただけるんでしょうか。お願いします。お、はい、皆さんこんにちは、ジェネレーションズ白浜アランです。あ、すいません、はい、僕たちジェネレーションズは前へ通って、はい、僕たちジェネレーションズは FC 今治の僕も含めてスペシャルサポーターとして、今日は見に来させていただきました。選手と同じユニフォームを着て同じ気持ちで精一杯応援したいなと思います。ではメンバー一人一人ちょっと自己紹介していただきたいなと思います。ジェネレーションズ、そしてエグザイルを経験させていただいてます、関口メニューです。よろしくお願いします。はい、ジェネレーションズボーカルの風原龍斗です。よろしくお願いします。パフォーマーの佐野亮です。よろしくお願いします。ボーカルの片井龍太です。よろしくお願いします。パフォーマーの中津健太です。よろしくお願いします。パフォーマーの小森隼人です。よろしくお願いします。はい、僕たちも引き続き精一杯声を出して応援していきたいと思うので、両チームの皆さん、ベストを作ってベストを尽くして頑張ってください。お願いします。ジェネレーションズフロムエグザイルトライブの皆さん、ありがとうございました。心強い、こんなサポートをもらいました。後半に向けても皆さんの熱い声援引き続きお願いいたします。ようやく出てきた。すごいな、すごい情報もやね、こいつ。